はい、どうもボーイです。ということで、本日なんですけど、今回もスニーカーズで、スニーカーをまた購入したので、そちらをね、ちょっと紹介したいなと思うんですけど、今回ちょっとね、自分でもめちゃめちゃびっくりしてるんですけど、こちら今回スニーカーズで2足当選しました。で、まあこの箱で見たら何のスニーカーかっていうのは大体わかるかなと思うんですけど、まあ、今回は、先々週かなに発売された堺の LD ワッフルの、白と黒2つちょっと今回、購入できました。普段は全然スニーカーズでスニーカーって当選しなくて、なかなかね、こう欲しいスニーカーっていうのは当たらないんですけど、この LD ワッフルの堺に関しては、結構自分の中で当選率がね、結構高くて、去年も LD ワッフル2足、購入できてたんですけど、まあ、今回もちょっとまさかの、2足、購入することができました。まあ、ちなみにこの次の週に出た、カレッジカラーのダンクについては、まあ、今月はね、あれが一番大本命だったんですけど、まあ、ダンクについてはね、ちょっと今回は、購入することができませんでした。はい、ということでこちらのスニーカー早速、開封していこうかなと思います。これね、箱からすごい出しづらいんだよね、この堺って。堺っていうか、このね、この箱自体がね、結構出しづらいんだよね、中から。スニーカーの包装紙自体は、前回と同じ、堺って、文字が入ってる包装紙になります。はい、ということで今回購入したのが、こちらの堺とナイキのコラボの LD ワッフルというスニーカーなんですけど、で、前回と同様こちらは2つのスニーカーをドッキングしてデザインされていて、デイブレイクと LDV、まあ、この2つのモデルをドッキング、まあ、合体した、スニーカーになってます。で、去年のモデルと違うところが、使ってる素材っていうのと、カラーリングが変わってます。はい、ということでまずこちらブラックから見ていこうかなと思うんですけど、まずね、全体的に上から見ると、こんな感じになってます。で、全体的に横から見ると、こんな感じになっていて、またね、上から見ると、こんな感じになってます。で、今回使ってる素材っていうのが3つの素材を使っていて、レザーとナイロンとスエード、この3つの、素材を使ってます。で、まずね、こちらの全体的なアッパー部分なんですけど、こちらが今回ナイロン製になってます。で、続いてこちらの下の部分が、スウェードになってるんですけど、まあ、今回結構このスウェードの質感っていうのが、毛先の長い、スウェードを使用していて、結構ね、このスウェードの質感はいい感じかなと思います。で、続いてこちらの下の部分が、レザーを使用してます。で、こちらね、今回3つの素材を、まあ、部分的にね、ちょっと変えて使ってるんですけど、まずね、スウッシュがこちら、レザーとスウェードを組み合わせてます。で、後ろもね、こんな感じで、レザーと、スウェードを組み合わせてるんですけど、まあ、ヒール部分に関してはすべて、スウェードになっていて、まあ、今回ね、このナイキと堺のロゴについては、ちょっとグレーみたいな、感じのカラーリングにできています。で、アウトソールはワッフルソールを使用していて、ミッドソールはホワイトとなっています。で、こちら LD ワッフルといえばね、こちらのかかと部分が少しこう出っ張ったようなデザインになってます。で、付属のシューレースはね、今回も2つついてるんですけど、1つがね、こちらのリボンみたいな、シューレースがついてきてます。で、もう1つがね、こちらのちょっと細めのロープレースみたいな、シューレースがついていて、今回もね、2つシューレースがついてきています。で、今回こちらのリボンのシューレースの先端部分が、こんな感じでゴールドになってるんですけど、まあ、今回ね、全体的にすごいシンプルな配色なので、ワンポイントね、ここのゴールドがいい感じになってるんじゃないかなと思います。最初リークで見た時、このリボンのシューレース結構微妙かなと思ったんですけど、実際これ結構いいですね。なんかこのスニーカー自体にこのリボンのシューレースがね、すごい合ってて、実物はね、すごいいい感じかなと思います。あと結構こう、光にね、当たると、まあ、艶が出るというか、この光に当たった感じも結構いい感じかなと思います。続いてこちら、終端部分なんですけど、すごいね、ちょっとブラックだから見えづらいんだけど、終端も今回2つついていて、まあ、2枚目がね、こちら、堺って、書いてあるんですけど、まあ、1枚目がね、こちら、ナイキのスポーツウェアって、デザインされてます。で、1枚目がね、こちら切りっぱなしになっていて、
2つ目はね普通の、シューターになってます。でインソールに関してはこちらナイキとサカイのロゴがちょっとなんかねシルバーみたいな、カラーリングでデザインされてます。はい、まあ全体的にはこんな感じなんですけど、まあ、今回オールブラックということで、まあ、ミッドソールはねホワイトなんですけど、結構こう使ってるこのスウェードとレザーとかこの素材の質感によってちょっとね色味が違ってくるので、まあ、オールブラックでもね結構いい感じのこのカラーリングになってるんじゃないかなと思います。で内側から見ると、こんな感じになってます。で続いてこちらホワイトは、こんな感じに上から見ると、なっています。で全体的に横から見ると、こんな感じになっていて、またね上から見ると、こんな感じになってるんですけど、まあ、さっきのねブラックと使ってる素材とかあのカラーリングはね本当にシンプルになっていて、まずねこちらが、ナイロン、全体的なアッパーがナイロンになっていて、その下の部分が、スウェードになってるんですけど、まあ、このホワイトもね、スウェードの質感は結構いい感じかなと思います。でその下もこちら、レザーを使用していて、まあ、スウッシュもねこちらはレザーと、スウェードを使用してます。でこの後ろの部分も、こんな感じになってるんですけど、ちょっとねこの辺最初からあのゴミっていうかちょっとなんかついてるんですけど、うん、まあここはねしょうがないかなっていう感じで、はい、全体的には、こんな感じになってます。でバック部分のナイキとサカイのロゴがこれはねちょっとなんかシルバーみたいな、感じのカラーリングになっています。でシューレースに関してもブラックと同じで、こちらリボンのシューレースと、あとねこちらのロープレースみたいなちょっと丸いシューレースが2つついてきています。でリボンのねシューレースの先端部分が、こんな感じでねちょっとゴールドに、デザインされています。で終端部分のロゴについてはこちらはシルバーみたいな感じのカラーになっていて、まあ、ブラックはねちょっとロゴの感じ見えなかったんですけど、まあ、こっちはね割とはっきりあのロゴの表記はね見えるかなと思います。で2枚目に関してはこちら堺のね名前もデザインされています。でインソールのロゴについてもこちらはシルバーみたいなカラーリングになっています。でちなみに今回こちら付属のシューレースが、まあ、ブラックはねこちらブラックのひらひものシューレースがついてきています。でホワイトに関しては、ホワイトのひらひものシューレースが、ついてきています。いかがだったでしょうか。まあ、去年のモデルと比べると使ってる素材とあとカラーリングが変わっていてすごいこうシンプルな、感じになってるんですけど、実物はねすごいあのいい感じかなと思います。特にこの使ってる素材が今回、レザーとスウェード使ってたりとか、あとこのスウェードの質感がね結構あのいい感じになっていて、まあ、去年のモデルと比べるとあのすごい上品なスニーカーに、なってるかなと思います。あとこのリボンのシューレースについても、あの最初リークで見た時にちょっとまあ違和感あったんですけど、
実際こうやって見てみるとね、このスニーカーとこのリボンのシューレース意外とこう相性が良くて、実物で見る方がねすごいいい感じになってるかなと思います。もちろん去年の LD バッフルっていうのもすごいいいモデルなんですけど、やっぱりこのメッシュっていうのが季節的に限られてきて、まあ、冬とか秋はね、まあ、ちょっとギリギリ履けるかなっていう感じなんですけど、まあ、冬はもうほとんど履けないので、まあ、オールシーズン履きたいって考えてる方は、こちらの今回のモデルの方がいいかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。